よし、どうも、ドイです。今日は暗記の極意についてお話をしたいと思います。そもそもなんだけど、自分、暗記めちゃめちゃ得意なんですよ。ということで、その暗記の極意を伝えようかなと思います。そもそもとして、暗記めちゃめちゃ得意って自分で豪語してたけど、それに対してみんな苦手だと思ってこの動画を見てる人も、能力的にはほとんど変わんないんですよ。ってことは何が違うかっていうと、やり方が違うだけ、やり方、容量の良さが違うだけです。ちなみに自分、昔英単語を覚えようと思った時に、4000語、1ヶ月で4000語いきましたよ。4000語いけます、これ。本当に、マジで。みんなもいけるから。で、一問一答だったら、数週間あれば、全部覚えられるんじゃない?っていうことで、どうすれば効果的に暗記ができるかっていうことを教えていきたいと思います。で、まずそもそもとして、人間の記憶ってパーセンテージなんでね、ものすごいこう、暗記が得意だって言ってる自分も、それからちょっと苦手だって言ってる人も、多分脳みその能力的には変わんないですよ。で、そうなってくると、だいたい 50% らしい。つまり10個覚えたら、5個定着するっていうのが、その人間の能力らしいんですよ。まあ、得意だって言ってる自分は6個、7個、それに対して苦手だって言ってる人は4個とかっていうのはなるかもしれないけど、大した差じゃない。っていうことは何が言えるかっていうと、10個覚えて5個定着するっていうことだったら、パーセンテージだったら、10個めちゃめちゃ頑張って、定着させるよりも、100個バーッと見た方が、残る率が違う、残る率は同じなんですよ。っていうことは、100個頑張って、覚えていけば、50個残る。1000個だったら500個残る。っていうことになるよね。っていうことは、一問一答とかに関して言えば、より多くの単語を一瞬でチェックしていく。確実にっていう方法があれば、それが最も効率よく、記憶に残る方法ってことになるよね。ってことはどうすればいいかっていうと、まず読むだけ。眠くなるよね。ああ、みたいな。じゃあ書く。疲れるね。2ページくらいいったらんかに。はい、そこでどうするかっていうと、いい方法があるんですよ。見てください。これだね。はい、一問にとって問題があって答え。問題があって答え、問題があって答え、問題があって答え。っていう風になってるね。で、これを一瞬で確認していくんです。ペンを用意して、隠して、例えば、ナポレオン、よし、合ってた。で、そう、合ってたら塗るんだ。そして、間違ってたら、ロゼッタさん、間違えて、これ何とかだ。はい、チェック、ストーリー。そして、合ってる、間違ってる、合ってる。ほら、スピード速くないですか?はい、合ってる。ほら、速いじゃないですか。で、こうやってブワーってやっていれば、一問一答一冊。まあ、3、4時間。ちょっと物によるけど、分厚いのだったら、6、7時間ぐらいあればいけるのかな。まあ、2日ぐらいかけりゃいけるよね。で、こうしてブワーってやっていくんですよ。で、記憶っていうのは、覚えたら忘れる。この繰り返しなんでね。覚えては忘れる。忘れたら覚える。覚えたら忘れる。忘れたら覚える。この繰り返しなんだ。だから、しばらく開けます。で、しばらく開けて、1週間、2週間ぐらい開けた方がいいんじゃないかな。そして、またやります。はい。合ってる。こんな感じ。で、これを数週間に一回繰り返していくんですよ。で、そうなっていくと何が起こるかっていうと、なんかこう、どんどんカラフルになっていくね。ね、こんな感じです。で、こうやって完成しました。はい。これを、じゃあ試験直前まで繰り返す。で、そうすると、みんなこう思うんだね。これやばくないですか?真っ黒になって見えなくないですか?っていうふうに思うよね。でも、いいんじゃね?だって数週間に一回チェックしてって、毎回チェックがついてるってことは、それはもう頭の中に記憶として残ってるってことでしょ?だったら、これはいらないんだって。そうじゃないの。ああね、みんなが注目すべきは、これ、こういうやつ、ほとんどチェックがつかなかったです。こういうやつだけ最後はピックアップして、自分でまとめ直すとか何とかして、気合と根性で覚えていけばいいんじゃないの?っていう方法。ね、覚えたら忘れる。それを効率よくやっていく、そういう方法。これが、一問一答の極意です。暗記の極意です。最後に、これどれぐらいのスパンでチェックしていくのがいいのか、どれぐらいの期間でチェックしていくのがいいのか、っていうお話なんだけど、まあ、普通は2週間に1回ぐらいお勧めする。まあ、受験勉強においてはね。で、なんでかっていうと、これ2週間に1回やることによって、2週間分の記憶が保証されることになるわけじゃん。ね、2週間に1回チェックして毎回チェックしたってことは、2週間は覚えてるっていうことになるんでね。まあ、受験においては、世界史だけじゃないから、英語とか国語もやらなきゃいけないから、だから毎日やるわけに、世界史だけを毎日、何時間も数時間もやることにいかないじゃないですか。だから、まあ、2週間に1回やって、2週間後にこの一問一答の内容は押さえてるっていう状態にしていくのがベストだと思う。で、それに対して、例えば、英単語4000語覚えてる時、あれ、TOEFL のテストの時なんだけど、あれ、英語しかやらないでしょ。ってことは、試験当日まで覚えてればいい。そして、翌日忘れてもいいわけじゃん。ってことは、毎日やっていくというね。毎日バーッとチェックしていく。で、そうすれば、1日分の記憶の保証になるから。うん。っていうことで、まあ、その用途に応じて、短い記憶でいいんだったら毎日。
長い記憶を持たせたいんだったら1週間に1回、2週間に1回、果ては1ヶ月に1回ぐらいにチェックし続けていくと、その分記憶が定着するということです。はい、まあこの方法ね、この方法をやり出してから、もともと暗記は苦とするタイプじゃなかったんだけど、これを編み出してからは本当にマジで得意になって、記憶に関してはもうめちゃめちゃ自信がある。それは1ヶ月でトーイックの点数、1ヶ月で英語のテストの点数をぐわっと上げたっていう話を前に動画に、載せたと思うんだけど、あの時のことで保証されると思う。1ヶ月に英単語4000覚えられました。だからぜひ苦手だと思ってる人、嘘だと思ってる人、試してください。はい、ということで本日はここまでです。終わり。バイバイ。